富野さんはですね、70年代の後半、イオギリンというペンネームで活動を始めました。えー、代表作がですね、機動戦士ガンダムということになるんでしょうね。機動戦士ガンダムはですね、ちゃんとあのオープニングで、えー、主題歌、イオギリンというですね、えー、ペンネームも出てきます。で、まあ、なんでこのイオギリンというですね、ペンネームを使わなきゃいけなかったのかというと、まあ、この辺の事情は限定の方で話しますけれども、まあ、とにかくですね、えー、この、機動戦士ガンダムの、えー、主題歌のがかっこいいと。 えー、作詞自体、まあね、歌詞で言うと、機動戦士ガンダムの主題歌よりはエンディングのですね、その振り向くなアムロがかっこいいんですけどもですね。ただ、あの、オープニングはですね、その富野さんも、容疑人ですね、えー、作詞を引き受けるにあたって、レコード会社が言うですね、子供が歌いたくなるロボットの名前を絶叫するような主題歌にしてくれという、そういうですね、要素を入れながら、ものすごい仕掛けを入れてくるんですよ。 あの、機動戦士ガンダムの主題歌の飛べガンダムなんですけども、え、ンダだん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 だって始まって、燃え上がれ、燃え上がれ、燃え上がれ、ガンダムなんですよ。いきなり燃え上がれ、3連発。 サンライズのお家芸と言われてですね。ザンボットスーだったら、ザザンザザザン4連発みたいなもんで、必ずなんか3連発何か強いのを入れるんですよ。で、燃え上がれ、燃え上がれ、燃え上がれ、ガンダムって、もうガンダムってシャウトするんですよ。で、君を走れです。よ。この君を走れっていうのがやっぱりね、富野さんがやろうとしてることでですね、燃え上がれ、燃え上がれ、燃え上がれ、ガンダム。はい、これで、レコード会社の皆さん、おもちゃ会社の皆さん、局の皆さん、OK ですね。じゃあちょっと僕の言いたいことを言います。 で、まず言うのは、君よ、ダッタン、ダだタっで、戦いじゃないですか。走れ、なんですよ。走れっていう、これ、あの、オープニングの作画も実際に走ってるんですけど、まず動き出すことと、あの、アニメっていうのは動くことが目的であって、動きを見せたいと。アルプスの少女、ハイジなどの高畑アニメ、宮崎アニメに負けないように、ロボットアニメを作るときに、まず、アニメを動かすことだと。 登場人物たちを走らせることだと決してコクピットに座りっぱなしでミサイル発射とかのスイッチを押すようなアニメにするんではなくて中の人物が走ってるようなアニメにしたいっていうです。この思いがもう歌詞にまで出てるから君を走れになっちゃうんですね。で、ここから先はですね、ロボットアニメの定番でですね、あの、あの、巨大な敵を撃てよとかですね、あの、まだ怒りに燃える闘志がとか普通のことを言うんですけども、サビの1回目です。 え、起動戦士、ガンダム、ガンダムサビ入って錆びた後、蘇る、蘇る、蘇る、ガンダムなんですよこう。ちょっと不思議な歌詞で。で、次に、君をたたんたたたッつかめ、なんですよ。この、君をつかめっていう歌詞でですね、どうなるのかと、いうと、君よという部分で、アムロ君がですね、こうジャンプして、空高くこう腕を上げるんですね。 で,で、上から光が注いできて、君よーって来てきて、手を挙げると。だその時にブライトさんがバーッとやっぱ手を頭の上に上げるんですよ。これも開いた手を。で、君をつかめっていう風に歌詞で言ってるのに、手は開いたまんですよ。で、君をつかめーってブライトさんが手を挙げると、ホワイトベースと他のメンバーの手が一斉にうわーっと上がってきてですね。なんか、こういう絵になるんですね。センターがブライトさんの手で、 他のメンバーの手がですね、うわっと上がってきて、これがもうね、ぞぞっと背中に来るぐらいかっこいい。なんでかっていうとですね、その、掴めって言うんですけども、手は掴んでないんですね。掴もうとする意志を表してるんですよ。掴みたいという気持ちなんですよね。あのね、掴もうとあがく若者たちの手のひらを描くことで、このアニメっていうのはアムロ・レイという主人公ではなくて、群像劇を描こうとしてる。登場人物全てに、 いろんな方向から均等に光を当てて、それまでロボットアニメでは不可能だというふうに言われていた登場人物全員に光を当ててドラマを見せたい。これをですね、オープニングでバーンとですね、宣言しているわけですね。今はつかめだよ。君をつかめっていうふうに言われているんだけど、今はつかめだよ。これね、平凡なね、アニメ監督だったらつかむ絵入れちゃうんですよ。そうでなくて、つかめっていう歌詞で、 開いた手のひらをやって、掴もうとしても掴めない、未来をこの手で掴みたい。それぞれの気持ちっていうのをですね、掴めという歌詞と、この開いた手のギャップで見せるんですね。こので開いた手をですね、掴めという歌詞で書けますか普通書けないんですね。あのもう本当に絶頂期の富野監督の恐ろしさです。で、 まあ、あのね、ええー、これあの、無料で水曜日でに公開する部分今やってるんですけども、なぜアニメ監督トミみのよしゆキは自分のアニメ主題歌をですね、作詞するようになったのかですね、ええー、先週だ、月曜にですね、島根まで取材に行ってきて、まあ確かめてきました、ええー、その最新情報の考察は、ええ、限定の方で話します、YouTube メンバーシップ、または岡田斗司夫チャンネルで、ええー、よろしければ、ね、続きをどうぞということですね、ええー、まあ、あの、 伊予リンの世界第一部、ここで終わり。これから限定の方で第二部になります。